続きでございます。あの、世界線、時間軸的にはもう数秒前のことなんだけれど、えっ、ー、と、続けていきますよ。えー、プリテンダーですね。オフィシャルヒゲダンディズムさんのプリテンダー読んでおります。前回までは1番読んできました。えー、この主人公の僕がどういう人なのか、えー、君とはどういう関係なのか、どうしてグッバイが言えずに君は綺麗だっていう言葉だけは言えるのか、みたいなことをね、みんなでワイワイと言いながら、えー、深読みしてきましたが、今日は2番入っていきます。2番の A メロです。 誰かが偉そうに語る恋愛の論理論何一つとしてピンとこなくて飛行機の窓から見下ろした知らない街の夜景みたいだなんかおしゃれな表現出てきてます、えー、まず誰かが偉そうに語る恋愛の理論ですねあのー、この辺りもその自分の言葉をすごく大切にしている、えー、タイプの僕 にとっては誰かが偉そうに語る恋愛の理論ってそんなもの偉そうに語られてもなみたいな語っている人への何だろう距離感っていうのもあるだろうしそもそもその今自分がここで経験している恋愛に全然その内容さえもピンときてないっていうそういう理論があるっていうことに対してとあと内容っていうそのダブルミーミングですごく距離を感じているっていうのを 飛行機の窓から見下ろした知らない街の夜景でみたいだっていう表現をしている。なんかすごい長いけどおしゃれですよね。えー、っていうそんな A メロになります。そして B メロに入っていきますね。B メロのんと一,一周目っていうとちょっと違うけど上半分は1番と同じ歌詞です。もっと違う設定で、もっと違う関係で出会える世界線選べたらよかった。で、次が違います。至って順な心で叶った恋を抱きしめて 好きだとか無責任に言えたらいいだからえっ、ー、と純な心で、えー、叶った恋を抱きしめてこうで言えたらいいなだから今できてないんだよねどっちも今の僕の心は純ではないし叶った恋を抱きしめて無責任に好きだって言えてないわけですよ、えー、でうん純でないって いろんな捉え方できるけれど、まあ、僕はここまで読んできた中ではいろいろやっぱり考え込んじゃってしまっているっていうことあと冒頭の多分付き合い始めてそんな時間も経っていないと想像するのでその短い時間の中でやっぱり僕らは違う君にとって僕は運命の人じゃないっていうことを確信してしまったっていうことが順でない今の心っていうのにつながってるのかなと想像します。 えー、そして叶った恋を抱きしめてだからそのグループの中で太陽のように笑う君を見ていて素敵だなって思っていたその子と今お付き合いができているこれは恋が叶ったって言ってもいいはずなんだけれどそれに素直に喜べていない、えー、しらあの好きだってまあそうね今好きだって言ってしまうことが僕にとって無責任だから無責任に好きだって言えたらよかったのに。 言葉になるんんじゃなないかなと思うんだけれどそういういいいちょっっと切ななフレーズになっていますそして2番のサビに入るんだけどこれね j p o p ではすごく珍しいんですよ他にも何曲かあるんだけどサビが2番1周しかないです「グッバイ」つないだ手の向こうにエンドライン引き伸ばすたびにうずき出す未来には「君はいない」「その事実に暗い」「そりゃ苦しいよな」 で、2番のサビ終わりなんですよ。1番って同じ長さのブロックがもう1周してサビなんですよね。これね、J‐POP の中ではすごい、まあ、全部聞いてないんだけど、少なくとも僕が知ってる中ではすっごい珍しい。確か t m レボリューションと昔懐かしいブランキー・ジェット・シティにこういう構成の曲があったような気がするんだけど、えー、3曲目ですね、僕が知る限り。それかオフィシャルヒゲダンディズンのこのドヒッとしたプリテンダーだっていうのはね、すごいなって思います。えー、ということで、2番のサビは読んでいきましょうか。 つな、えー、いだ手の向こうにエンドラインああもうすごいおしゃれだよねいちいち表現が僕と君は手をつないでいるんだけれどその先に向こうには僕らが終わるここがゴールだ僕らの終着点だっていうエンドラインが見えてるんだっていう話なんですよで僕は引き伸ばしちゃってるんだよねグッバイって言うべきところを言わずに君は綺麗だと言い続けているわけだから別れを先延ばしし続けてるんです僕はで引き伸ばすたびにうずき出す未来には 君はいないいなその事実に暗い、えー、ちょっとね言い回しがややこしいんだけれど、えー、とここもまたあのや,やぼったいことにちょっとあの読み解いていきます未来がうずき出すっていうこと引き伸ばしたことでかえって未来を意識してしまっているんだよねでその未来に君がいないってことはもう僕にとっては事実って思えてしまうぐらいいいうん確証があるっても同じことを繰り返すんだけれど僕らは絶対に 続いていいてかない近く終わりが来るっていうことを彼はもう確信している。で、えっと、なんだけどやっぱり離れ難いんですよ、君とは。すごく素敵な人だから、とても綺麗な人だから、離れ難いんです。だから、確信はしているんだけど、君のいない未来が来ることを思うと、すごく苦しい。で、なんとか、 ななならいいかとも思ってないんだろうねただただそれが辛くて引き伸ばすんだけど引き伸ばすために君のいない未来っていうのをまた改めて意識してしまうのでそのことで自分がまた苦しくなるっていうすごく辛いサイクルに入っているでそのことを客観的にもう本人も気づいてるんですよねだからこんなんじゃそりゃ苦しいよなっていう最後ポツリと独り言を落として感想に入っていきますえー、というここまでが2番ですねで感想を挟んで えっと最後のロールに入っていきます。最後はね、サビは一番と一緒です。えー、グッバイ、君の運命の人は僕じゃない。辛いけど否めない。でも離れがたいのさ。その髪に触れただけで痛いや。いや、でも甘いないやいや。グッバイ、それじゃあ僕にとって君はない。答えは分からない。分かりたくもないのさ。たった一つ確かなことがあるとするならば、君は綺麗だ。えー、ということですね。一番と同じことを繰り返してるんですよ。だから、 何も変わっていないんです。僕と君は引き続きお付き合いが続いている。そして僕の中にある僕ら二人の未来というのは近く終わるという確証は引き続きそこにある。が相変わらず僕は君に対して君は綺麗だとしか言えないっていう日々が続いています。で、そういうずるずると流れていってしまうことをもう象徴するというかそんなフレーズが最後の最後に入ってきますね。それもこれもロマンスの定めなら悪くないよな。 永遠ももも約束もないけれどとても綺麗だ俺ねここすごい好きなんですよ。このなんだろうな「ダメな僕への白旗上げっぷりがすっごい生々しいな」と思ってここでそれでも勇気を出して君に「さよなら」を言うよみたいなことで終わっていく曲がね僕が音楽やってた頃ってすごく多かったし自分が曲作る時も多分そう書きたくなる。 ですよかっこよく終わらせたくなるというかそうやって別れるべきだろうなっていう思いがあるのでだけど彼そうじゃないんですよねそのこれもロマンスの定めならとかなんかよく分かんない話を引き合いに出してきて悪くないよなってこれが僕と君の恋の物語なんだったらそれはそれっていうことでもういいんじゃないかっていうふうに諦めてしまっている。で僕らには永遠もなければ 約束もないなんか将来の約束みたいなものもないけれど君はとっても綺麗だよって最後にまた同じう嘘,嘘をつく本心からの嘘をついて音楽が終わっていくんですだからもうずっとずるずるし続けていてずっとずるずるしたまま終わっていくでもこうだよねってすごく思うのねで特に男の子主観だとこっちが事実だよなっていうふうなことを思います えー、割とね女の子主観でそれでも私はあなたと一緒にいたいのみたいな音楽って多いんだけれど完全にあの偏見ですがその辺バッサリ切るのはやっぱりレディーの方ではないかなとズルズルっとするのはメンズの方ではないかな統計的に統計なんか取ってないけど傾向的にねそういうことなんじゃないかなだって僕すっげえズルズルするよとか思いながらこの辺り聞きまして最後のこのズルズルっぷりで。 なあのー、あだよねってその許されたというか <laughs>、同族見つけて安心したみたいな気持ちになっています。ということでね、あのー、すごく好きになりました。最後まで読んで、この曲を。ということで、えー、一旦、あのー、山本の読みをここでまとめておきます。この「プリテンダーは、根は真面目で誠実で嘘が嫌いな男の子が、とても素敵なパートナーができたけれど、君にとって僕が運命の人じゃないことに気づいてしまい、本当はグッバイを言わなきゃいけないのに、 離れ難くなってしまったがために君は綺麗だと本心からの嘘をついて成り行きに身を任せていく普通のナイーブで弱い男の子の切ない独白の歌であるっていうのが僕がこの曲を読んで感じたところでありますえー、さあもう喋りたいことは一通り喋ったのであとはみんなの話を聞かせてくれっていうものに入っていきますよなんかずず子さん今イメージしているものとかありますかうん、あのー いや本当になな、えー、なかなか好きになりましたこの曲あのはいえっ、ー、とねえっ、ー、と一番読んだ時は本当その電車男みたいなこう自信のないオタクの,あのやヤングな男子と思ってたけどまあ、えー、ともう少しなんかちょっと違うイメージが浮かんでいてなんか、まあ、売れないミュージシャンじゃないけどねでさ自分は夢を追いかけているっていうようなことがあ,りあってその結局その。 まあ結婚って言葉はちょっと違うんだけども人生を共にするっていう相手ではあの相手としては今約束できるものが何もないっていう状況本当はそんなことを言わないで無責任に今好きなんだから好きだって言っちゃえばいいんだけど今自分はまだ他に追っかけるものもあるしあのそれがまだ実ってもいないしあの君の幸せだけを考えているわけにはいかないからみたいなね。 そういうい自信の無さ、同じ自信のなさなんだけどちょっとそういう線のある自信のなさみたいな感じがちょっとあるなっていうのがあってとはいえあのでだからその「君の運命の人は僕じゃない」っていうのは自分が違うっていうのもあるけれども君がにはもっと本当違うふさわしい人がいるだろうっていうようなこともあるから。いずれににしてもこの先にはあの 一緒に人生を進んでいいいくっっててううう未来はななだろうなって思うとやっぱりそれは苦しいよなっていう話になってくるんだなってでまあその最後のそのサビの繰り返しとそれからあの最後の本当にフレーズ来るとこれねあの私はそうかってやっぱりこの、うん、若い男,男子が <laughs> 若い男子がっていうかなまああのこれもう恋愛ソングにありがち。 うん、もう昔からこれだなって思っちゃってまあまあ江戸時代ぐらいからね。江戸時代は知らないんだけど少なくても1970年代のニューミュージックの前のフォークソングの頃の同性時代だってこれだったなって思うわれて <laughs>、ええ、つまりなんか君と将来の約束なんかできるような自分じゃない,ない,ないけど今君といるのが幸せだっていうのを四畳半の中で歌うかさそれからこんなおしゃれな表現になるかって。 っていう違いなだけでなんだ私が若い頃と変わらないんじゃないかっていう思いもあってこの曲は非常に好きになったなっていういや本当に変わってないんですよねんなそんなあたり、うん、まあまあそんな感じでそうそうそういう意味ではね本当に同じことをあの人間形を変ええー、フレーズを変え繰り返しているんだけれどやっぱりこういうことってあの人々の中で存在感の大きな関心事なんですよね。うんうんうん はいありがとうございます。えい、ー、恵蔵さんえおよち,ょちょうどチャットくれた彼はどうしてこの僕と付き合ったのだろうって彼女に対して思っちゃったけれど別れたくないでも一緒にこれからもいる自信がないだから終わらせなきゃという葛藤を感じる歌詞だと知恵蔵は捉えましたはいはいはいそんな感じですね途中で鈴子さんもポロッと言ってたけどこんなん女の子の側が気づいてないわけないじゃんって思うじゃない。 だからすでに2人は不穏なんだよねきっと不穏というかもう噛み合ってないお互いに女の,子の彼女の方が本当に最初の最初のうちだったら彼に好きになってもらえるようにいろんなことをやってみるっていうシーケンスはあったかもしれないけどどこかで彼女の方もなんか違うなっていうことに気づいていくんだろうなで分かんないけどそれが彼女の中で確信になって言葉にできる形のあるものになった時に きっとそのエンドラインを2人で通り過ぎるんだろうなっていうこともね、あの想像されたりいたします。ということで、えー、今回の動画はここで終了になります。ゼミも終了です。えー、この動画、えー、音声が面白いと思、えー、感じてくださった方は、チャンネル登録と高評価、そしてポッドキャストの購読をよろしくお願いいたします。それではありがとうございます。ダイバンドジャンプ音楽クラブ山本由作曲読みゼミの時間でした。また次回よろしくお願いいたします。